嫌いの木、木こざれ。こういうのを、そう言うけれどよ、ごわごわなんだぞ。それで、大きな声で言うな、またずれ。拙者にもピカピカの服を作ってくれ。待て待て。ウィングウィングが終わってからじゃ。それでは手遅れでございます。あのこういうと、こういうことを言うてる場合じゃありませんぞ。そうだぞ。商人がいろいろ騒いでおりますぞ。うん。お前。なあ、このままでしておけば、兄の年長子の作った高岡はおしまいになってしまう。なんとかせやならぬの。そうでござります。何かいい考えはないものでござりましょうか。どうだな、足止め令を出そうか。足止め何だそれ。その足止めじゃない。足止めとは、高岡町民が勝手に高岡からそこに出て行ってはいけないというお触れだ。それではどうやって人々は暮らしを立てていけば良いものでございましょうか。そうだな、そこでだ。まず城を壊した後にだな、年貢米、これを納める蔵、それから藩内で取れた塩、これも納める蔵、そういう蔵を建ててだな、そしてその米や塩を高岡で取り扱わせる。こうすればどうじゃ、商人はいけるだろう。その前に何かセリフがあったはずだ。Thank you.